ペンネーム NRA さん、30代の男性からいただいた質問です。大イ和尚様、初めてメールいたします。NRA と申します。大イ和尚様に質問がございます。それは、永平寺などの修行をするお寺についてです。結論から申し上げますと、永平寺については、差別をしていると私は思っております。なぜなら、身体障害者の方には、 門を開いていないのでは、手足がないとか、車椅子でも修行したい、そんな方々も世の中にいらっしゃるのでは、健常者しか受け入れていないなら、私は差別をしていると考えます。仏教は差別をしているのか、と、これからの時代、世界の人々から言われてしまうかもしれません。 すべての人々に平等であるべきで本物の神様は犯罪者だろうが王様だろうがすべての人に平等なはずですこの件について大和尚様のご意見をお聞かせいただきたいですどうぞよろしくお願いいたします仏教の修行者のことを美空または美空に という呼び方もします。「びく」とはどういう意味かというともともと骨敷きをするものというニュアンスがあります。骨敷きをするものというのは要するに「古敷き」のように人々に食べ物を こうて生きていくもの。そのようなニュアンスを持った言葉が実はビク。そして、その女性版。要するに二層んですね。二層んがビクにと呼ばれます。では、なぜビク、お坊さんが骨敷きをするものなのか。古代のインドでは、 出家をするとき、その出家者に許されていた持ち物は、歯を磨いていくための用事と、そして、身にまとい、あるいは寝るときに使う、糞造絵と呼ばれる、ボロ布ですね。 それが三枚。およそ、それぐらいしか持ち物を許されず、修行を志す者たちは出家をしたんです。最初の頃、女性の出家は認められませんでした。で、これが女性差別であるという言い方が、 されたりしますけれどもこれは差別だからではなくて危険だからなんですインドという国に NRA さんを行ったことがありますでしょうか現在でも例えば インドに行くとね、インドだからというわけではないですけれども、やはりインドでですね、日本と比べれば女性が一人で歩いていて犯罪に遭う確率というのは日本と比べれば高い。当時の仏教の出家者たちも出家をして、 住む特定の堅牢な家があるわけではない。夜寝るときに、ボロ布3枚と、用事しか持ってない。例えば20代の女性が出家をして、そこら辺の地べたで寝てたら、危険じゃないですか。古代のインドで女性に出家が許されていなかった。 その理由は女性を差別したからではなくてむしろ女性を守るため危険だからなんです NRA さんは永平寺に行ったことがありますでしょうか永平寺に限らず修行道場と 言われるところはバリリアフリーではありません通常私たちが西洋の生活の中でね生活していると出会わないような急激な階段であったりまた広大な伽藍建物であったり それらを私だけ特別ということ、つまり私というものを捨てる修行をそういった過酷な環境の中でするわけです。朝起きて洗面をするのもダッシュです。移動するのもダッシュです。掃除をするのも全力です。 私も修行時代にものすごくたくさん怪我をしました。例えば、長い長い廊下を雑巾掛けをするという時間がありますけれども、この雑巾掛けをするときに、どうしても地面に手をついて、そしてたーっと廊下を拭いていくという、この 動作は、しかもそれがものすごく長い廊下を拭いていく、この作業がとてもきついので、修行僧たちは、この雑巾をですね、濡れ雑巾を、ちゃんと絞らずに拭くんです。床を拭くんですね。その方が滑りがいいから、少しでも楽に拭きたいから。 けれども、みんなが、ある意味、べちょべちょの雑巾で廊下を拭いていくと、廊下は、滑りやすくなって、修行僧にとっては、掃除がしやすいというか、拭きやすいですけれど。けれども、だんだん湿気を帯びて木が腐って、そこから釘が出てきたりするんです。だから、古んの先輩たちから、雑巾をちゃんと絞って拭けって言われるんですけど、 私も少しでも楽したくて、こう、ぐっと絞ったふりをして、ちょっとこう、湿気が多い雑巾で拭くんですね。で、その、なぜそうしなければいけないのかなんて話は聞いてなかったんです。それで全速力でダーッと雑巾掛けをしているときに、もう、釘がやっぱり少しずつ少しずつこうやって浮いて出てくるわけですね。その湿気を帯びたみんなが、あの、濡れ雑巾で拭くので。 で、その出てきた釘でですね、ピーッと指の間を切って、もうものすごい流血でした。で、そんなこともありました。そしてまた、修行道場の中はですね、もう、このケースと呼ばれる鐘から、木魚から、扉から、全部が大きくて重いんです。私も仏殿というお釈迦様の像を安置してやるお堂の その扉でですね、あの、指を挟んで、扉と扉の間に指を挟んで,で、ものすごく大きくて重い扉だもんですから、その扉で指を挟んでですね、もう爪が剥がれてしまって、もう指が本当にもう半分うるに入れてしまったって、で、それでも病院に行けないっていう、あの、状態があったりしました。あと私の場合は、あばら骨も折りました、事故で。 とにかくね、健常者でさえ危険なことが多い。ましてや、体にハンディキャップを持った人たちにとったらね、ものすごい危険なんです。で、また、その障害者の人を受け入れていくっていうことを、仮にやったとしてもね、その人に誰かがつかなきゃいけないでしょう。現状の 修行の仕組み環境そのカリキュラム一日の流れそれは健常者にとってもきついものであって、肉体的にきついものであってね。ハンディキャップを持った方にとったら相当危険な作業が多いんです。その人の写真に誰か何人かがつかなきゃいけないっていうことになってきますね。 ですから、決してね、英二さんが、英二さんなどの修行道場が、身体障害者を差別しているなんていうつもりは全くないはずです。いや、本当に、あの、私が修行道場行った時入った時もですね、22ですね、22歳だったですけれども、20代の、 しかも私も空手をやっていて、現役の全日本選手でしたよ。それでもきつかったです。それでも怪我をしました。だから体力があって、気力もあって、一番運動能力のむしろ発達している状態の人でも怪我をしたりしてしまう。全速力で階段を登って、全速力で階段を降りて、全速力で全てをやるんです。 でそれを、障害を持った人がその程度がありましょうけれども、やはり同じ生活は、残念ながら厳しい。危ない。だから、仮に、大勢の修行僧を受け入れているところであればあるほど、おそらくね、ハンディキャップを持った人が入りたいって言っても、なかなか受け入れてもらえないと思うす。でもそれは、 差別をしているからではなくて危険だからなんです。さて、NRA さんの問題は何かというと、まあご質問の後半にね、仏教は差別をしているのですかこれからの時代、世界の人々から言われてしまうかもしれません。 本物の神様は犯罪者であろうが王様であろうがすべての人に平等なはずです。仏教はすべての人たちに平等です。インドの強烈なカースト制度の中で人間は生まれながらにその家とか、生まれた家とかね、男であるとか女であるとか、その身分によって 社会的ついついている地位によって差別されるべきではないということをおっしゃったのがお釈迦様です。だから仏教は完全に平等な思想なんです。けれども、NRL さんが言うようにね、神様は犯罪者であろうが、王様であろうが全ての人に平等なはずです。仏教は神様の教えではないということ。神様ではない人間の教えなんです で人間の教えであるがゆえにやはりそこには人間であるがゆえの限界があるということです。もう一度整理して言います。永平寺などの修行道場で現在のところね修行僧として身体障害の人を受け入れることができないその理由は危険だからなんです。差別をしているからではない。 私のところでも、今度、これからですね、今年、5月に、5月から修行僧を受け入れますけれども、今の段階で、その環境、カリキュラム、それは、あくまで健常者の人を対象にしたのになります。ハンディキャップを持った人が、お寺に来れないのか、それは否。来てもいい。参拝にむしろ来てください。 けれども、この環境、そして想定している修行のそのカリキュラムの内容というところに、自分のことを自分でこなす、そしてみんなと同じスピードでこなしていくということができなければ、それを受け入れていくという環境と、そして準備と余裕がないんです。それだけの話。差別をしているんではない。危ない。 危険作業もたくさんありますから。さて、その上で、処方箋。NRA さんが、ご自身が、もしね、障害を持ってらっしゃる、何らかのその、ハンデキャップを持ってらっしゃる、というのであって、しかも、修行したい、とおっしゃるのであれば、むしろ、仏教は、そういう方々、 でも十分修行ができる。です。例えば、永平寺さんのような修行道場。そこは差別ではなくて、その現状を受け入れていく環境。永、ね、平寺全部、その永平寺の山内をバリアフリーにして、そして健常者の人たちと同じようなプログラム。あるいは、 その身体障害を持った人の特別なプログラムを組んでいるんだったらそれは可能ですけども、そんなことをしている余裕は今はないんですね。それだけ、障害を持った方々も、例えば永平寺という修行道場で修行したいというのであれば、それなりの設備投資も必要です。莫大なお金が必要でしょうね。あれだけの高低差のある場所をエレベーターをつけたり、 エスカレーターをつけたり、様々な工夫をしなければいけない。しかも、その体に障害を持った人のレベルだって、本当にその障害レベルだって、人によって全然違うじゃないですか。手がない、足がないって言った時に、やはりその人たちにとっての特別な支援が必要となる。そしたら、その支援をするためのスタッフも必要となります。そういった、 環境に対応できない。でもじゃあ、そのような修行道場に行かなければ修行ができないかといったらそうでないのが仏教だということです。英邦などの修行道場というのは肉体の修行を通じて心の修行というものをしていくというところが一つ大きな特徴です。けれども肉体にハンデを持った人が 心の修行をしようと思ったときに、それはできるんです。例えば、発祥度と言われるような、まあ私もこのビデオの中で、あの、一問一答の中でも何度も話をしていますけれども、発祥度と言われるような、日々自分が心がけること、それを一つ一つ心がけていくことを、 それこそも修行なんです。お釈迦様の示された道というのは、この発祥道に象徴されている修行の道はね。大乗仏教で言うところの六原羅蜜という修行がありますけれども、これも同じ。とにかく修行というのは何も 永平寺さんのような修行道場に行かなければできないというものではない。そこへ行ったら修行というものが教えてもらいやすくはなる。けれども必ずしもそうではない。まあ、私もこの一問一答を通じてね、どうしたら日々皆さんが皆さんの生活の中で皆さんなりの修行ができるかということはオープンに 会場しているし、何も私だけでなく、他にも YouTube 見ていただいたり、本を探してみたり、あるいは短期でそういった修行を受け入れてくださるところっていうのもあるのかもしれません。まあ、私もね、その体にハンディキャップを持った方々が修行なさりたいという気持ちがあるんであればね、まあ、短期間で、これ長期やったらそれをケアしていくスタッフなんかものすごく大変なことですから、 そのようなね、余裕があれば、いつかそういう方々が多いんだったら、私も短期でそういう修行っていうことをね、指導して差し上げることもありだな、ということは、今 NRSA さんの質問を見てね、思いました。けれども、とにかく、そんなことで、修行というのは、必ずしも、イジさんのような修行道場に行かなければできないのかって言ったら、できるんです。 どんな人でも病気で今病院のベッドの上に寝ている人だってできるんです己の中に思いやりの心慈悲心を育てるそして知恵を学んでいく自分の中に良き心を育て自分の中から悪しき心を少しでもそぎ落とし心を穏やかに清らかに保っていく それが修行です。逆に、永平寺さんのような修行道場に行って、ものすごく厳しい修行を、バリバリこなしていても、心の中に良き心を育てず、悪しき荒れ狂う心を野放しにし、心を清らかに穏やかに保てない。 それを保とうともしない。そのような修行層も見ます。ということで、NIA さんのご質問、仏教は差別をしているんではないか。いえ、差別をしていません。むしろ差別をしないというのは仏教です。ただ、修行道場という現在の、その、限られた修行道場は危険であるがゆえに、 健常者でない方々の受け入れをしていないというのが現状です。どうぞ、そこら辺も含めてね、NRA さんがちゃんと勉強をなされば、その辺のところも見えてくるはずです。仏教は神様の教えではない。人間の教えです。人間であるがゆえの さまざまな限界もありましょうし、この人間であるがゆえのさまざまな苦というものをどう乗り越えていくのか、そことどう折り合いをつけていくのかというのが仏教です。体に障害を持たれた方というのはね、それ自体健常者の人と比べて肉体的な苦が多いと思います。 これこそ、一つの修行、自分の己の心をね、なんで私の体はこうなんだ。そのような疑問が最初からあるわけですから、ものすごく大きな心の修行の、むしろ考案を、テーマをいただいている、むしろその方々の方が、 大きなテーマを突きつけられているがゆえにね、心の修行という意味では、現状の方よりも取り組むべき課題、それを持って、問題意識を持って生きていらっしゃる。そのように、私は多くの身体障害を抱えた方々とのお付き合いの中で感じることすらあります。 ということで、仏教は差別をしているわけではない。危険であるがゆえにね、今のところ多くの修行道場では、この身体障害を持った方に、の受け入れが、残念ながらできないという、そういう事情があるということは理解してください。その上で、私もね、NRA さんのようにね、 身体障害を持っていても修行したいんだって、そういう方々がいらっしゃるんだということは心に留めて、そのような方々も、じゃあどうしたら、その状態でも仏教の教えを学び修行ができるのか。そこは今後の私の布教活動のね、僧侶としての布教活動の一つの課題としていきたいと思って、 お答えになりましたでしょう。